はい、冒頭私からはございません。お願いいたします。はい、京都通信の山です。はい、生成 AI について伺います。はい、経済産業省が本日国産の生成 AI に実用化支援のため開発を行うスタートアップ企業などにスーパーコンピューターの利用料を補助すると発表しました。生成 AI の海外依存のリスクや国際化推進の意義をどう考えるか、また今後のビジョンについても伺います。はい、経済産業省が生成 AI の開発力強化に向け、開発に必要な計算資源の確保等を実施するプロジェクト GENIAC を開始したところと承知をしております。生成 AI は社会のさまざまな分野で変革をもたらしうる技術であります。日本といたしましても、将来にわたるイノベーションを創出できるよう、生成 AI の開発力強化に向けてスピード感を持って取り組むことが重要と考えており、政府としてもしっかりと後押ししてまいります。はい、NHK の家木です。話題変わります。未だコロナについて伺います。はい、厚労省は今日定点把握に基づく感染状況を発表しまして、40の都道府県で前の週より増加するなど、増加傾向が顕著となっております。また医療機関ではワクチンの接種回数の少ない人の入院が目立ち始めるという傾向を見られるようですけれども、政府としての受け止めと注意喚起などあればお願いします。はい、新型コロナの新規患者数は本日厚生労働省から発表した通り、1週間ごとの定点医療機関からの報告数で 14.93 となっておりまして、昨年11月下旬から徐々に増加をしており、今後の感染状況を注意する必要があります。引き続き感染動向等を丁寧に把握しつつ、現状を適切に評価し対策を進めることが重要であると考えておりまして、国民の皆様には手洗いや消毒、咳エチケット等の基本的な感染対策を行っていただきたいと存じます。また、新型コロナワクチンの全額公費による接種は今年の3月31日までとなっており、政府としても引き続き周知をしてまいります。はい、では通信の山です。トリガー条項について伺います。自民、公明、国民民主の3党は本日ガソリン税のような手段の課税を提出するトリガー条項に凍結解除に関する実務者協議を行いました。結論は出ず、凍結解除を求める国民民主党は首相の判断を経て今後の協議の持ち方を考えるとしていますが、凍結解除の議論にどう結論を出していく考えか伺います。はい、本日自民党、公明党、国民民主党の3党の実務者による協議が行われ、実務長の混乱を解決するための課題等について精力的に議論が行われたと承知をしておりますが、まだ解決策を見出すに至ってないものとも承知をしております。引き続き真摯に協議が行われることを期待をしており、その協議における実務的課題の整理の状況を踏まえつつ、政府としても適切に対応してまいります。ジャパンタミスの宮町です。共同親権の導入を含む法改正についてお聞きします。法務省は父母の親権を認める共同親権の導入を中心とした民法の改正案を今国会に提出し、成立を目指すとのことです。長く問題視された、子ども連れ去りの解決につながる一方、DV をめぐる課題が残っているという声もあります。政府として、共同親権の、導入の必要性と、懸念をどのように対応していくのか、お聞かせください。はい、お尋ねの父母の離婚後のこの養育の在り方については、現在法制審議会で審議中であるため具体的なコメントは差し控えたいと存じますが、父母の双方が離婚後も適切な形でこの養育に関わり責任を果たすことはこの利益の観点から重要であると考えております。今後法務大臣に対する答申がされた場合には法制部に向けて所要の作業が進められると承知をしております。詳細については法務省にお尋ねいただければと思います。新潟日報社の斉藤と申します。能登半島地震を受けた被災者支援についてお伺いします。昨日の復旧復興支援本部で岸田首相が能登地域6市町を中心に高齢者や障害者のいる世帯に最大300万円を支給する交付金制度を創設することを表明いたしました。能登半島地震では石川県以外でもですね、例えば新潟県では1万3000を超える住宅で被害が確認されています。こうした条件の中、交付金の対象をですね、石川県に限定した理由について政府の考えを教えてください。はい、新たな交付金
制度の内容についてご質問をいただきました。本制度でありますけれども、昨日岸田総理からも発言があった通り、高齢化が著しく進み、半島という地理的制約から地域コミュニティの再生が乗り越えるべき課題である能登地域6市町を中心に高齢者の割合が著しく高い地域ではですね、長期の貸し付けという、従来の手法が馴染みにくいということも勘案し、新たな交付金制度を、創設するといったような指示をですね、されたものというふうに承知をしております。いずれにいたしましても、各地域のですね、被災状況等を踏まえ、復旧復興に向けですね、政府として適切に対応してまいる所存であります。よろしいでしょうか。ありがとうございます。